ルル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 ル玉ねぎかぶってもらってそこらで玉ねぎ本ちゃん玉ねぎならあるけど玉ねぎかぶってもらっていいですか、はい、ということで本日は、はい、あのお悩み相談お悩み相談人生相談といえば、うん、あのあれやけんえ車も直す人も直すおお大義名分そういうなんかあのスローガンでやっていきたいと思います治るかどうかは分からないでも車もいじるの好きやけど、うん人をいじっている時間も長い大林くんでございますそうやな、はいだいたい誰かをいじってこう、まあ、治るかどうかは別としてやっておりますが、はい、じゃあ先生、はい、そんなあの先生にね、はい、今日はお電話つながってますよかろう、はい、ではもし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 はいはい聞こえてますよ聞こえてますよ聞こえてますよはいなんか、はい、カツアゲみたいな感じで悩みを相談しろってそうねあの今ちょっと悩みを欲しとるけんカツアゲみたいな感じでこう悩みをこう出せよって言って今に至りますよ悩みのカツアゲですか、ね、本当に悩みの搾取悩みの搾取やったな、はい、確かにしょうがないから聞いてあげるよ、はいはい、どう悩んどんやろ、うんま、悩んではいる、うん、高いよ我々のコンサルフィー割と、高いよ、うん、現物でもいいっすか1時間1万円からなんでめっちゃ取られるじゃあもうええっすはいはいですどうされましたか、だからね僕彼女がいないでしょ、うんいなくなったね、うん、いなくなりましたね最近ねはいはいはい、いろいろあったみたいでねあったんですよ、はい、そらそうだ、うん、でまあそれじゃいかんとおお。ちゃんみや経由で女の子紹介してもらってですねおお。ええー、なんか紹介してもらえるうちにさっさとあれやで紹介してもらえるうちが鼻で、うん、確かにね、うん、そうまあねそのちゃんみやも、うん、まあこの子だったみたいな、はいはい、クリス君だったみたいなおっ、そんな言ってくれたあの、あの、あいつよりかはよっぽどマシだというあまあその比較対象はどうかは置いといてあいつ、うん、という話になって、はいはい、まあその4人でね、夫婦とその子と僕とでご飯食べ行って、はい、おおお優しい、うん、優しいありがとう、うんうん、で、まあその日は終わったわけです、うんうん、で、そこからその日のうちに広島に行きたいねという話になってグループラインを作っていろいろ話を進めてたんですが、はいうん、いかんせんチケットが取れんってカープ戦のねカープ戦のチケット何みんな野球好きなの俺とタッツンだけだるだるいだるいえあまあまあまあとりあえずだるとりあえず聞いてあげようまあまあ相談者さんがね話を腰折ったらいかんけん、はいはい、野球は見に行きたいやんって話になってしまって、ね、なるほどなるほど、まあ、まあ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 いいですいいですいいですなんでまあねそれもね、うんはい、でもチケットが取れないんで、はい、広島じゃなくてもよくないって話になりおでまあ、その中で何個か候補が出たんですが、うんまあ、USJ に行こうじゃないかもう、なんかザ・デートスポットや知っとる近いしね、うん、俺でも知っとる一番だってやりやすいやんそうそうそう、うん、ちょうどいいドライブの距離で行って帰ってしてちょうどいいじゃないですかいい、うんうん、じゃあなんかタッツンが、うん、いや僕次の日行くんですよまあその話をした次の日にね、はいはいはい、やめてほしいですとか言い出してほうってなってその知らんがなって言ったらいいかそうやな別に2回行ったっていいやん、うん、好きなんやろ好きなんやったら2回行ったらええやん俺だって毎日山行きよったって思ってたんですよ僕もあでもそこでうんあんまりこうあれやなまあやばい紹介してくれたホスト側の方やからなそうそうホスト側の旦那やしやな確かに、じゃあじゃあ やめるやってで結局ねなぜか小豆島に行くことになったんですよはあ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 何しに行くわかんない醤油ソフトぐらいしかないでしょとあとはちょっとなんか廃墟みたいな民宿に泊まるああこれちょっと楽しい日帰りなんですよ、はいはい、あいやいやいやあとはあれや二十四の瞳ぐらい渋いってじゃあもうあれしかないんやってじゃああとあれあれほらなんか猿かなんかおるべやおお、なんか感覚系な。そう、感覚系のところ、猿かなんかの。ケーブルカーか、なんかロープウェイかなんかの。そうそうそう、ロープウェイかなんか感覚系。そう。この時期行っても普通の山やけど、感覚系。で、後ろのポケットにポッキー入れといたら、うん、猿がいっぱい寄ってくる。猿がいっぱい寄ってくるけ。猿や猿。猿ね。うん、ああ、なるほど、うん。っていうことで今じゃあ、昭和の。スポットやから、ね、デートプランで親並みなんですねもうめちゃめちゃ悩んでます何しに行くのじゃあ分かる分かる僕アドバイスしましょう、うん
答えを出そう、はい、デートプランでお悩みのあなたに、はいね、僕が提案するデートプランズバリ自分が行きたいとこに行け。タッツンごめん USJ 行こうちゃうんやって。 あれはあの川川下り、ライン下り、おぼけこぼけとかの、おぼけこぼけのあの船、はあはあはあ、今からの時期ちょうどいい。あ、そうなんすか。ライン、ラフティング、ラフティング、あ、ラフティング、あれ楽しい。あ、楽しそう。ちょっと寒いけどな。まあまあ、まあ、もうちょっと、まあまあ7月入ってからがいいね。7月なんて行くの。あ、そうか、ちょっとラフティングや。ラフティング、あの、なんていう、ほら、ちょっとドキドキ体験により、そうそうそう、吊り橋効果的な感じで、そうそう、あのドキドキにより、はい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 、錯覚してしまう、錯覚するやつ、錯覚するやつ。あ、なるほど。そうだけど、あの、なんかド定番スポットや、それが。あ、そうなんですね。そうそう、ラフティングか。ラフティングいいよ、おすすめ、ラフティングとか、うん、でもほんまあれやで、デートプランっていろいろ考えるかもしれんけど、うん、自分の行きたいとこ行った方がいいよ、ほんま。そりゃそうでしょ。いや、ほんまほんま。そんな、そんな先生のおすすめのスポットどこですか、言ってください。僕が行ってた、よく行っていたデートスポットは国道299号線でした。山だね。それは何、いろんな意味でドキドキさせたやつ。だけど、吊り橋効果。吊り橋効果。あ、危ない。そう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 。死にかけるやつ。吊り橋効果によりみたいな。でも、自分のその、まあ別にその奥様だけでもないですし、その過去のね、うん、いろんな遍歴のことをこうちょっと、18前後ぐらいから今まで見返していっても、はいはいはい、まともなデートって多分行ったことな、おのおの1回ずつぐらいのやって。例えば動物園も確かに行ったことある。サファリパーク、ウージーサファリパークに昔行ったことある。おお、いいよ。ね、そら昔の子に、うん、もうこれもう、うちの嫁さんが見たらまだいろいろ悪くもしれないけど、昔のこと一応行って、うん、途中で帰りたくなって、ね、無理ってなって。サファリパーク、まあ、富士サファリパークよりか東北の方がいいですもんね。東北サファリパークの方がよっぽどね。エビスな。くるくるできるし。そうなんや。ぜひ、あの、富士サファリパーク行った帰りの道中に今、今でも言われて覚えてる言葉が、なんで休みの日にせっかくこうやって出てったのに、うん、そんなつまんなそうな感じするんって言われた。言われてることもそこはさ、やっぱり、まあ、18歳だったね、その時はね。楽しむ努力は必要。いや、そう、そう。で、それを言われたので、うん、あ、分かった、もういかんって言って、うんうんうん、もうこういうことは俺は多分向いてないから行かないと、うんうん、じゃあ次はって水族館で行った。定番。八景島かな、確か。おー、シーパラダイス。シーパラ行ったわけよ、はい、これもね、うん、ちょっと途中でちょっとギブアップ気味になってきて。なんでよ、水族館別に普通に見てもらってわあ綺麗やったなーで終わりやん、ね、いい意味よったら、うん、この魚食べれるんとかこれ美味しいんかなみたいな話とかするやん、うん、そしてちょっと気分を損ねてきて向こうが、なんでえ、なんかちょっとそういうね、まあまだ若だったんで、はいはいはい、なんかもうちょっとこうね、会話の内容をわちゃわちゃしたいよみたいな、はい、これで水族館も終わりブブーってなって、であと一回デパートに行ったんですよ。おうおう、いや普通行くやろ、ね、デパートにね、うん、あの時丸いやったかな、確か丸いかなんか行きましたからね、うんうん、丸いかなんかに行って、なんかバッグか財布か忘れたけどなんか欲しいんだと、うん、で、うん、ついてったわけよ、うん、お前はいつになったら決まるんやってなって、あー分かる、お前はいつなお前さっきもこの店来たし、もうなんでもう一回来とって言って、でなんでさっきと違うものをまだ見るなら分かるけど、また同じものを見て何をこねこねしようんやってなって、でもデパートももう行かないってなってきて、まあ別に行かないってならんでいいやん、え、別に行ってもええやん、いやもうもうもうちょもう無理無理無理ってなって、なんであのそっからというものをあの自分の行きたいところにしか行かないっていう風になりました。一番わがままって、うん、一番わがままって、だからディズニーランドも行ったよ、はい、1時間で帰ったけど、それ行ったに入らん、並んでたらイライラしてくれやんか、わかる、なんで俺もさディズニーなんで俺こんだからそもそももうあの何あのあれよ、あのその時は電車で来いって言われて、電車で行った時点でもうイライラがもう来とるわけよ、もう電車に乗っとる時点でな、はい、であの駅降りるやんか前浜の、はいはい、もうわしゃわしゃなんか変な耳つけた連中がいっぱいおるやんか、そうそうそう、もうその時点ではーってなって、やばいよな、やばい、もう何やこの集団なんか催眠みたいなやつは、わかるほんで入ってなら、なんかはそのここ並ぼう最初まだ少ないけんとかって並べる、うん、1時間ぐらい経った時になんでこの人たちこんなん並んどんって言っていう話をし始めて、うん、もう黙ってって言われて、いや黙って僕そこないやんって言って、いやこの先何があるんって話をしょるだけやって不機嫌になって帰るっていう、え、じゃあアトラクション乗らず乗ってない、俺も一緒、
医者ディズニーランドでアトラクションなんか1回ぐらいしか乗ったことないわ。あ、そうなんですか、ね、うん、僕行ったことないんで分かんないですけど、もうだってディズニーランドってすごいやん、うん、すごい、お金払ってみんな並びに行くんで、確かにね、頭悪いやん、頭悪い絶対そうだと思う。だって何千円も払ってで、大型一緒に待たされてで、そうで1個か2個ぐらいしか乗れんので、その有名なやつに、ま、窓の塊じゃん、おかしくない？そう、おかしい。でもみんな耳生やしながらキャッキャウフフってやって、ほんでクソ高いポップコーン買っ て高い耳つけてで並んどんを写真に撮って嬉しいんやろ。そう、まあそうです。違う、集団催眠集団催眠やばいやろあれ、集団催眠間違いない。そうですね、だからまあ、うん、僕もディズニーはねあんま行こうと思わないですけど、 USJ はね金払えば早く行けるんで。ああそう、あれ好き。僕も好き。あれね、ちょっと優越感ありますよね。だからその券をそのファストパスがあるんで、うんうん、それを係員に見せたら、うん、マジで列の、うん、横入り、横入りができるスパッ。優越感。そういいやん。ゼニの力で思い忘れる。だけどあれはまあでもなんか。確かにディズニーもなんか予約とかなんかいろいろあったと思うけど、でもその予約のチケットに、うん、あの朝一入ってダッシュせないかんので、あ、そうなんだ、るいやんそんなん、めんどくさいな、うん、そうなんや、そうなんです。だからなんかテーマパーク系はだから僕も行ったことないっすね。あ、分かるわ、俺ももう一生家族からは誘われん。そう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 、人生のうちにおいて、まあね、もうご存知だと思いますが、うん、僕はまともなデートプランなんてものをね、立てたことはないわけですよ。そう、立てれると思う？いや、もうなんかそのなんやろ、いろんなことに対してな、その興味の対象が狭すぎる。ほう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 。なんか、あ、なんか知ってそうで全然知らんやん。知らん。あの、自分の興味がないことに関してはもう記憶のリソースというか、脳のリソースはもうどっかやってるよ。だから、うん、それはまあやっぱり旅行とかで、はい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 、あんなんでもいつもなんかよくわからんことを言い始めて、はい、結局、はい、飛ばしていくやん。飛ばしていく。もうエッカーとかって言いながら。そもそも別に行きたいわけじゃなかったしとかって言い始めるやんか。そう言いますね。はい、え、じゃあ旅の行程には入れるんで。例えばちょっと観光地も行っとこうかなみたいな、うん、でもやっぱり興味がないけんもう行っかっていう、ね、そうでとかもう観光地近づいてきてなんか車で行っとって車が混んできたらもうええかってなってくるとかね、うん、確かにそれはそう、そうなんや。だ結局だからそのほらやっぱねデートって一番の俺ね、あの成功させる秘訣があると思うね、うん、それはあの不機嫌にならないこと。そうやな、間違いない、これほんまに、ほんまにそうだと思うよ俺。それはそう、不機嫌にならないことないか。不機嫌になったらもうおしまいですからね。そう、喧嘩しない、不機嫌にならないこと。俺も暑いん嫌いやけん、夏にその歩くようなイベントとかはもう絶対いかん。や、祭りとかさ。あ、祭りだ、無理。もう花火とかな、あ、無理みたいな。それやったら無理だよ、俺浴衣だけ着てホテルがええ。で、ビアガーデンで酒でも飲める方がええ。そう、絶対そっちの方が。それはその方が絶対。室内で楽しむ。うん。ほんまに。だけど俺も関西で学生時代おった時、嫁さんとデートとかで行ったけど、うん、もう祇園祭りとかってもう不機嫌なの。どっちもが。どっちもが不機嫌になって、まっついしもう帰ろうとかって。でもあれじゃないですか、そのどっちも不機嫌になって、うん、もうええよ帰ろうって2人で言うのは OK じゃないですか。いやでもだけど、それ大事なんやって。そうそうそう、同じ感性を持ってるって。そう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 いうチャレンジの場や。そう、あ、そうそうそう、だけど心不機嫌になるんだけどあなたはどうですかとか、例えばデートってな、俺ある意味ではその AB テストみたいなもんやけど、俺の行きたいところに来た時にこうどうかとか、逆に向こうが行きたいところに行った時に俺どうかっていうのを重ねていくことによって、あ、一緒におれる人間なのかどうなのかっていうチェックしていくわけ。そういうことや。そう、楽しくおれるかどうか。だからそのデートの段階でもう相手に楽しんでもらおうと思うのをやりすぎると、うん、おかしなことになるんやって。そうやな、刺さってる。そうやろ、そうやろ、もてなしすぎはよくない。だけどもちろん男ほどそうするやん。なんかあのほらあのな、モテないやつほどなんか最初のデートの時頑張って、うん、そんな人じゃなかったのにとか言われるよな。あ、まあそうね、これ最初の時に頑張って。うちはあれやで、うん、最初のデートの時はあの京都のキリンビール工場見学、うん、初デート、初デート、キリンビール工場見学して試飲するやろ、試飲したらちょっともうちょっと飲みたいなってなって、うん、横の併設レストランで、うん、
飲みまくってベロベロになって帰る。今もやってることは大体一緒だよね。そうだよ、確かにね。うん、こうまずは自分が楽しいこととか自分がおもろいことっていうのをやるのが、うん、多分一番大事だと思うの。なるほど。何ですか、シムに乗るとか。シムに乗るね。そう、ちょっとお前もオンラインで入ってこいよ。そう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 。煽り散らかし。煽り散らかし。いやーありでしょうよ。確かに。そう。だからあのなだけ二十歳とかでこうやっぱ遊びよった時はどうしてもその相手が土定番コースとかさ、相手が行きたそうなとことか行くやんか、まあね、行く。あ、そうするとな、こう途中からしんどくなってくるわけよ。なる。だから最初の方は行ってくれたのにとかっていうことを言い出して、まあね、だってあの時は頑張ったんやって言って後から言って もう絶対通用せんけん。それはそう、まあ、だけどでもね、そういう時ぐらいしか行かんスポットもあるやん。ある、うん、そういや行ったよなみたいな、うん、でそれはなんていうかな、こいつとやったらあどこ行ってもとりあえずは行けるっていうか分かってられてると思うよ。そうやな、つまらんスポット、つまらん、我々的につまらんスポット。例えばあのじゃあ仮にやけど、じゃあディズニーにまあ行ったとしましょうとな、1時間ぐらいで帰ったっていう、もうほんまあの時はって言って笑いながら話せる関係性ができるなと思ったら行ったらいいと思うよ。まあそうや、とりあえず初デートでそんなん行って、プンプンって帰ったら、もうあいつほんま最低のやつやな。ブブー、終わりまーすってなるよ、そんなん。はい、ブブーっつって。それはそう。そう。人間もうほんまに。だけど逆に俺は今まで生まれてこの方、そんなデートプランなんか明確なものを立てた記憶はございません。ほんまに。ないない。ない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 。だけどもう自分が行きたいところに行く。もうそんな感じだった。そうしよう。その方がやって。じゃあどこ行くんですか。じゃあどこ行く。カープの試合か。それはカープの試合が一番優先。まあでも野球まあでもまあええんちゃん。それは8月に行くんですよ。あ、そうか。そうそう。8月は8月で行く。取れた。なんとかチケットを取って。俺が見に行きたいから。はい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 。あ、いいことですよ。まあいいんじゃないですか。いいじゃないですか。でその俺がやりたい時にその一緒に追ってほしい人かどうかやけ。それを7月で見極める。まあでも俺が俺のもあれやからな、まあ、向こうの意見もあるやろからな。いいな、楽しみやな。で交互に考えたらいいやん。そうそう、まあまあそうですね。出してきたね、向こうが行きたい、うん、まあとこ逆にこっち行きたいとこ、うん、ほんであれやけん、結構なあのおんぶりだこパターンになるとこれはこれで後半戦しんどくなってくるね。まああとな、インドア派っていう可能性もあるから、ね、インドア派、ね、もうあちこち行くん嫌なんですわっていう人もやっぱ、うん、おるからね。まあね、俺もインドア派。インドアっていうかなんて、デブ賞。デブ賞やな。で一回出るってなって決めたら出るけど、そう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 、基本は出。そう、出るまで大変ってやつですよね。そう。とかあのなんかなんやろ、あの何かのイベントがあるからここに行きたいって言われたらちょっと渋るかな。あ、例えばそのなんかこう普段からあるようなところでちょっと行きたいなやったら分かるんやけど。でも自分が行くときはそうやってレース見に行こうみたいなとか。それはしょうがない。そうイベントやそうイベントやけど、そうじゃなくて、なんて言ったら、ほらよくあるやん、なんかあのちょっとあのわきゃわきゃしとるようなイベント、なんかあの観光地がそういう感じになっとる時とか、しょうもないやつやろ。そう、しょうもないやつ、しょうもないやつ、別にその日じゃなくてもええやんみたいなやつ。あのヤドンが香川に来てとか、なんとかフェスティバルみたいな、そうとかってなるとちょっとしんどいっていうのはある。レオマパークで行っちゃう。レオマ行ってきたら、レオマワールド楽しいんですか。それを測るんや。まあ別に悪くないよ。あこうやったらだってそれこそ行き帰りの費用考えたらホテル泊まれる余裕で。もうそれがそう。うん、ほんま。でしかも美味しいビュッフェも食えるよ。本当に本当に。そう。じゃあ夏はプールもあるし。逆にあの夏休み入る前に行った方はあのちびっこよっけおらんけ。そうそう。そうよ。なるほどね。うん。夏行ったら最低やけん。あ、そうなんですか。高い芋洗い、どこ行っても金取られるわけです。すごい。ロッカーでも金取るけんな。帰ってこいつで。マジで。うん。俺ブチ切れたもん。またそこです。いやだってさ、怒るやん。入場料がなんか一人3000何がしいるやんって。はい、家族で行ったら12,000円とか3,000円とかいるわけよ、プールでで、はい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 、でそれにまだ入場料もいるからな、まあ、そりゃそうだ、そんだけ払ってロッカーや500円って見たらはぁってなるやん。まあ確かにな、ロッカー入れんやつおるんかってなるやん
そんでもインチキやんかって話。そうやろ。ほんでな、はいはい、あの飯食うとこ行くやんか、うんうん、屋根ない、座るとこない、え一切ない、うでな、う座るとこはベッド1000円とか、うん、おーすごいな、いやらしいって、へそこまで行ったら、すごっ、あれはな、まあ、なんぼ金儲けといえども、うん、そのいやらしい、それやったら最初から花から初期セットの料金上げときやって話になるってことやろ、そうそうそう、いや初期セットやって高いで、いやね、ゲームはそれ安くはないよ、だけどもうそれだったらそんなのまだ盛り込んどったのかな、まあまあまあ、なんぼ高くなろうがって、ね、それだったら花からいかんだけおすすめレオマ行こう、レオマレオマ、やっぱすぐそこやで、冷やかしに来るし、いかんいかん、さすがにそこまであれじゃない、いかない、うん、そうよ、そうですよ、そうです、ね、だから結論としてね、はい、デートは好きなところに行きなさい、はい、もう誰かはあの最初からおもんばかりすぎると大変です、本当に、うん、まあ今回はタッツンを思うばかってます、ね、そう、しかもそもそもそこは一番思うばかなんでええとこやね、それはそう、なんならおってもおらんでもええよ、ごめん、じゃあ今回3人で行ってきた、そうそうそう、それでいいんです、うん、そう、それでいい、だってチャンミアは行きたそうだったもん、そうやろ、うん、それでいい、ジェットコースター乗りたいって言ったもん、3人で行ってきたやん、うん、そうなん、ほんまに、でタッツンが行きたいか行きたくないかでそこを選ばないのは一番もう愚問やね、愚問や、確かに、うん、そう別に、そりゃそうだ、そうやろ、だけんそれやったらもう最初からもうみんなが行きたいって言ったやつに対して行ってきて、そう、確かに、であとは逆に言ったらそうすることによってさっき言ったやろ、何幸せを重ねていく理論の話したやろ、あ、なんか昨日と昨日と今日でね、幸せを重ねていく理論って言って、じゃあ誰かの幸せに合わせて合わせてしていったら、うん、結局しんどくなってくるやん、うん、でお互いそうやんか、うん、ある程度こうそのお互いのその幸せが重なるぐらいでいいと思うね、うん、合わせる必要ないと思う、ベシャって、うん、そりゃそうやろ、そうやろ、うん、でもついつい合わせに行こうとするやん、あ、無理やり、無理やりというか知らず知らずのうちに、うんうん、って結構おるやん、はい、そういう人、はい、ちょっと目開き質な人、うん、っていう話をしとったっていう、だからクリス先生もそういう目開き質なところがあるので、うん、そこは気をつけないといけませんよって言って、はい。なるほどね。そうそうそう。だからそれがもうすでにこのデートプランから出てるわけでございます。にじみ出てる。にじみ出てるってな。そこそこでいいやん、だって。そんなんだって相手ってそんなな、うん。これが好きとは限らないけど。そう。ちょっとこう重なってったんやと、うん、こう。ほんまに。まあ、でもまあ野球とかな、うん、興味がなくても行ったら楽しい可能性もある。そうそうそう。可能性はある。こういう遊びもあるんかっていうのは。うん、みたいな。で多分ねズームスターは普通に面白い。そうと思う、うん、なおさらのこと言えだってどっからでも見れますか、あの、うん、席の周りにコンコースがぐるぐる一緒なんですけど、ほうほう、どっからでも見れる、へえそうなんや、あとはそう自分のフィールドで持ってくるってこれ大事、あな、これが大事、はい、これが大事、はい、これもうすごく大事、はい、もうあの若いあなたたちに伝えてこれ大事、本当にまあ見てないんで、いやいやいや、おるおる、20代ちょっとおるって、いないんで、ちょっとおる、ちょっと何パーかおったやん、いやいやいや、もうおじさんたち、はいはいはい、はい、いやいやいや、おじさんしかおらん、いやいや、じゃあおじさんたちならもう分かるよ、あ、私はそうしましたっていう人絶対いっぱいおるよ、まあ、そりゃそうや、我がフィールドに持ってこないかな、我がフィールドに、それはそう、相手のフィールドというか普通のフィールドに行ったってしゃあないけん、うん、もう我々の良さは生かせんけん、まあ、確かにな、確かに、言うてクリスも凝り固まってるんで、そう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 やって、まあ、USJ はまあそのね置きの一個としてはええと、うん、だけど、まあ、自分のやっぱ得意分野のところにこう引きずり込んでいくってこれ大事やと思う、うん、間違いなく、まあ、でもねやっぱりほら将来ね家族との思い出も作らない関係テーマパークの一つぐらいは行けた方がいいね、行けた行けた方が顔背けてますけど、もうあれも行けんこれも行けんって言ったらさ、うん、もうほらここのどっかの人みたいにさ家族とどこかへ行った思い出がない人になるからな、でもスターレットしか思い出ないみたいな感じですからね、穴の開いたスターレットしか私は地面が見えるっていう話がなそうずっと言われるようになる、何回聞いてもしかも年々ちょっと恨み節っぽくなってきてる、そうそうなんかねなるそれなるやろ年々恨み節っぽくなってきてあれみたいな感じなんやけど俺からしたらほんまに、はい、まあ、ということでね、はい、あのそんなデートの話でしたが、はい、まあ、多分ねこれを聞いてくれたおじさんたちの中には、うん、じゃあしょうがないなクリス君と、うん、わしの必勝プランを教えてやろうと、おお、そらおるよ、
いますか、今は亡きデートスポットかもしれないね。えもうというのがあってだねっていう話になるかもしれん。参考になるな。それはそれで参考にしたい。そのこうでコースはトレースできへんかもしれんけどとか、いやいやそういうこういうマインドが大事だよとかっていうのを多分みんな入れてくれると思うけど、ちょっと刮目してね、あのコメント欄をぜひ見ていただいて、ね、なんであの皆さんもね、この甘酸っぱいあの頃を思い出して、保存版やん、この動画、甘酸っぱいあの頃を思い出して、ぜひね、なんだろう、あのちゃんとコメント入れといてくれたら非常に喜びますので、はい、また見てくださいまし、はい、ということで今日はね、そんなあのデートプランのお話でございました。それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。デジタルタトゥー。ドイツからやってきたワグナー MC オイル。ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。